たくま10ヶ月です。インザムードたくまラブバージョンです。いきます。ある日突然やってきたんだ天使がうちに。その子の名はセノタクマ、セノタクマだ。おい夏からの2期振り返ろう。8月と3週長、9月家族でお台場だ。中央公園ピクニック、釣り場今だ交代だけ。ついにおむつが S サイズ、乾燥で声が平泉線へ。初の旅行は軽井沢、同ヶ月から離乳食。ミルクも大好き中毒、もらえないとすぐガタガタ。一緒にお風呂に入ろう、タラコで換算キュンキュンさ。戦火は保育園運動会、かわいいな来年、あ楽しみね。たくんたくんキュンたくまスリーバイ、部屋を出た寝返りで目が覚める湯船も授乳タイム。たくんたくんキュンたくま残しよう、と近づくとうつ伏せのまま万歳する。握手求めると手を出す。たくたくたくキュンたくま社長スタイリー、みんながトゲザインのかしら。公園まで徒歩一陣か服もつピスキー。たくたくたくキュンたくま夢で口にキスしちゃった。虫歯菌のプレゼント初めて風、お座り上手にできたよ。赤ちゃん麦茶もせんべいもデビューだ。あ待って、京都のひばちゃんと初めてテレビ電話した。井の頭動物園楽しいなルンルン、高台もできるん。あスパオと麦茶だと飲まず、ミルクだとモクモクゴクゴク。保育園に申し込んだ、抱っこで仰向けに転んだ。ご飯の時も指しゃぶり、セノエンジェルタクマ。寝かしつけはとても簡単、足首を押さえて15分。昭和記念公園にてもみじの下でハイチーズ、母さんの会社にいたよ、セノエンジェルタクマ。携帯を耳に当てて父さんが話しかけると、お父さんそこにいるのと、何度も横を向いてみる。後追いもついに始まる、セノエンジェルタクマ。タックピースの木も踊れんだした。タックつかまり立ちが始まった。タック39度の熱が出た。タック父さんとお風呂入った。タック伝い歩きも始まった。サンタに変人歯が生え